ミロクさん。はい。今日はこちらのゲームを持ってきてくれたみたいですが。はい。これは何ですか？これは、かの有名なサンリオさんが出されたゲーム、マイマイマイゴエンというゲームでございます。ほぉー。ほぉー。面白そうじゃないですか。おや、お目が高い。そう、今回はね、このマイマイマイゴエンを、ミロクさんと二人でやっていけたらなと思います。はい、やっていきます。わー。ちょっとドキドキしちゃうよ、はい、でもね僕実は一回このゲーム遊んでまして、うんうんうん、第1話だけね、うん、そう第1話だけ遊んじゃって本当は撮影してたんだけど撮影ミスって全部飛んじゃってたんで今度はねひなぴよさんと一からやり直していこうっていう感じでやらせていただきます、うん、だから私がもし積んだらちょっとミロクさんにキャリーしてもらうって感じでまあでも僕もね初めましての気持ちでやらさせていただくんでねねそう。まあ、二人で協力しながら、やれたらなと。OK です。やりましょうか、じゃあ。行きましょう！イエーイ初めから！わーはい。来るぞ、来るぞ。OK、キーボードで行こう。OK。行くぜ。お！なんか遊園地っぽかったなぁ。お、そう。遊園地だけど、だけど、だけどこの場所どこかわかるかちょっと後で当ててもらおう。オーケー。こ僕だな。うん。岡田優先生。すっきりした。さすがはサンリオピューロランド。言っちゃった。あピューロランド。ね、凝ってるんだな。やべやべやべ。ピューロランドなんだ。そのサンリオピューロランド聞きましたよ。みんなお待たせ。ひかるちゃん。ひかるちゃん。ゆう先生、おかえり。あれ、ヒカルとマリアだけ？みんなは？みんな遊びに行っちゃったよ。コウ先生、あ、ゆう先生、トイレ行ってすぐ戻ってくるからここで待っててって言ったじゃん。いや、言うこと聞かんだろ、子供は。ねえ、幼稚園だもん。ねえ。マリアはちゃんと待ってたもんね。ねえ。かわいい。かわいい。うわ、もうすぐ集合時間なのに。早くみんなを連れ戻さないと、ルミ先生に怒られるぞ。二人はそのまま、ここで待っててね。そのままね。はいはい。みんなその辺にいると思うよ。あ、ヒカルちゃん大人っぽいな。先生、ガンバー。よし、じゃあ、先生と一緒にみんなを探しに行きましょう。OK です。どっか行っちゃったのは、新谷、颯に、全部で7人か。この知恵の木の近くにいるとは思うけど。ああ、これで、探しに行くんだ。おお、あ、そうそうそう、行きましょう。オッケーオッケー、走れるわけではないね。オッケー。あ、来た来た。来たりますよ。あ、いた。新谷、渡る？お、戻ったか、ブラック！レッドである俺のライバルなのに、慌ててトイレに駆け込むなんて、だらしないぜ！なあ、ブルー！だらしないぜ！あ、かわいい！かわいい、わたるくん。俺、ブラックなんだ。で、そんなことより、ゆう先生、ちゃんと待っててって言っただろ？もうすぐ集合時間だから、みんなのところに戻ろうな。まだまだヒーローの戦いはこれからなのに。あー、これは選びましょう。これはまあ言うことを聞かせるんだったらヒーローは時間を守るものだでしょう。お、子供の心をつかめましょう。ヒーローならしっかり時間を守った方がかっこいいと思うけどな。うん、確かに。さすがブラック、大事なことが分かってるな。しょうがない、集合場所に戻るか。知恵の機能、平和を守るのもヒーローの務めだからな。ぐるぐるキャンディー食べて待ってるのら。ははは、はい。いや、この二人かわいいな。うん、最高。よし。残りはあと5人だな。オッケー。もうすぐ近くにいるね。お、いますね。喋りかけられない。よいしょ。僕ダブルだ。あー、大変だ。あ、いた。かなた。
ゆう先生、クスクス、僕たちを探してたの？え、僕たち？ゆうの慌てる顔、面白かったぞ。あ、なるほどなるほど。クスクス、そうだね、ひなた。ぬいぐるみとおしゃべりしてんのね。そう、かわいい。そうだった、あのぬいぐるみはかなたの友達のひなたなんだったな。うん、かなたにひなたね。だから、かなたとひなたの二人って意味で、僕たちか。もう、二人とも勝手にいなくなっちゃダメだろ。あ、いい先生だわ。だってなんか、変な奴がいたんだ。ね、ひなた。丸っこい変な奴だったぞ。追いかけたけど、いなくなった。丸っこい変な奴？ピュールランドのキャラクターじゃなくて？そういうのじゃなかった。ま、どうせ信じないだろうけど。なあ。どうするんだ先生。いやー、ここはいい先生演じていこうよ。いや、信じるよと。かっこいい先生、うん、いや、カナダがそう言うなら信じるよ。妖精さんでも見たのかな。さあ、結局見失っちゃったし。あれ、これ成功だった音ね、成功っぽい音しましたね。ね、戻ろうか日向。なるほど。よし、残りはあと4人だな。4人？左側全部見たかな。もういなさそう。これ話しかけられるわけじゃないのか。うんうん、なるほど。こっちもいけない、ね、いや、ゴミ箱のデザインまでめちゃくちゃ可愛い、本当に。ね、あ、てかもうめちゃめちゃそっくりじゃん。あやー、え、行ったことあるんですか、ピューランド？あるよ。え、いいな。もう行ったことないんだよな。これもうね、癒しよ。もうずっと写真撮っちゃうよ。生きてあ、いた。この子は誰だ。あ、ハヤテくん。ハヤテくん、ハヤテ。岡田か。呼び捨て。ダメじゃないか、待っててって言ったのにいなくなっちゃう。ふん、どいつもこいつもうるさかったから静かなところにいただけだ。うるだ。また一人でゲームしてたのか。せっかくの遠足なのに。ゲームしてたんだ。というか、ゲーム機を持ってきたらダメだよ。スイッチ持ってきてたわ。でかすぎる。こんなとこ子供騙しだろ、つまんねえ。こっちはランクがかかったネット対戦中なんだ、ほっといてくれ。あー、めっちゃ熱んだな。これ煽るの良くないかな、どうかな。煽ったらちょっとなんか怒っちゃいそうな気もしますよね。ねえ、子供騙し、いや、ゲームは子供騙しじゃないよ。熱中しちゃってるからな、僕も。ねえ、せっかくだから楽しもうや。まあまあ、もうすぐ集合時間なんだし、お家に帰るまでの間くらいは楽しまないか。せっかくみんなで来たんだしさ。はあ、分かったよ。あ、いい音鳴った。まあいいや、ちょうど試合も終わったところだし。知恵の木の下に戻ってるぞ。よかった。ああ、ピューロランドって屋内だから電波のつながりが悪いのかと思いきや、つながってるんだよな、普通に。 Wi-Fi つながってるけど。Wi-Fi つながってますね。よし、残りは3人だな。3人か。あ、いるいるいる。あれ、これあれ、片方しかいないじゃん。ライ、なんだっけ、ライムちゃん。ライムちゃんと ライオンちゃんだっけ。ライオンちゃん、うん。あー、いた。ライオン飛ばしちゃったわ。あ、岡田先生、すいません、勝手に移動してしまって。というのもですね、お姉さま、かわいい、ゆうちゃん先生。うわ、ライム、大五郎。このように活発ハッチなお二人を放っておくわけにもいかず。頭よ、ライオンちゃん。活発ハッチ、あー、二人を見ていてくれてありがとうかな。おかげで助かったよ、二人を見ていてくれてありがとう。いえいえ、これくらいいつものことですから。服装かわいいね。ね、かわいい、うん、それでは私たちは集合場所に戻りますね。ライムさん、大五郎さん、行きますよ。はーい、おか
あれお腹空いてきたな。あ、可愛い。大五郎ちゃんも可愛いね。え、ライムちゃんめっちゃ可愛いよ。お互いがお互い可愛いよ、ちょっと。よし、これで全員だ。俺も集合場所に戻ろう。あ、これで全員か。あ、そうか。あれ、いや、何人かまだいる。そうだよね。ああ、そうだ。うん、いや、あとで来ますよ。 OK。 うん、全員揃ってるな。よかったよかった。お待たせしました。ああ、来た。そう、みんな来ました。いいね。あ、ルミ先生だ。あ、なるほど、ルミ先生のこと好きなのか、この子。シンタさん、皆さん、ちゃんといい子にしてたかな。おう、あう、あんたたちはユウ先生がいなくなったと、いなくなった隙にどっか行っちゃったでしょうが。うわ、ヒカル、それはもういいから。あっ、うん、ヒカルさん、それはもう気にしなくて、気にしなくて良いで、良いのでございますよ。さんつけなきゃダメなんだ。なるほど。そう、三代です。先生、片言になってる。まったくもう、今日は遠足なので多めに見ますけど、保護者の方々の前では特にさん付け気をつけてくださいね、ゆう先生。すいません。そして警察に子供たちから目を離してもいけませんよ。すいません。怒られてる。まあいいでしょう。今回の遠足もこうして無事に終わりそうですし。では皆さん、忘れ物はありませんか。まだ遊び足りないのです。私もまだ全然いける。ウルトラ元気。あ、ウルトラ元気ってワードいいな。かわいい。大役。めっちゃかわいかった。ぴょんぴょん。うん、皆さん元気ですね。私は一日歩き回って疲れちゃった。私ももう疲れちゃったんだけど。疲れちゃったゆずりはちゃん、いただきです。あー、いいねいいね。お、どうしたんだい。なんかいますね。かなたくん、いたね。見つけちゃったね。今のさっきの変なやつ。ん？あなたはどうしたの？あれ？え？なんかできとる。なんか怪しげな扉がある。ねえ。さっきあんなところにあんな扉あったかな？いや、見たけどなかったよ。なんと、今まで気づかなかった。これはバズりそうな予感です。秘密の扉だ。ママに自慢できるかな。近寄るなよ。ん？あれ、なんか。何、お腹すいた？これ、お腹の音？お腹の音？ぐるるるる。そんなことある？めちゃくちゃ衝撃的じゃん。ね、衝撃波みたいな。ぐるるるるって。でももう時間だし。最後にみんなで遊んでいくのです。あの扉がヒーローを呼んでいる。その挑戦受けて立つぜ。ふん、あんなのただ見落としてただけだろ。なんかな、なんだ、ぼやけてきてない？ダメだ、意識が。それじゃあ最後にちょっとだけあのアトラクションに入ってから帰りましょうか。意識が吸い込まれる。もう全然セリフが、もう目が悪くなっちゃったかと思ったわ、今。違う違う違う。あ、誰？じゃあこれは読んでもらいましょうか。気づいたかな？気づいてくれたかな？あー！キティちゃんっぽい、なんか。なんか、でも違うかな。どんな子たちかな？仲良くなれるかな？一緒に遊びたいな。 いろんなことしたいな。ダメだ、キティちゃんにしか聞こえない。怒られちゃう。まずいまずい。早く会いたいな。見つけてくれるかな。
さあ、もうすぐ始まるよ。急にお姉さんになっちゃった。ああ、吸い込まれる。吸い込まれちゃう。おお、なるほど、セーブ強制。ね、いいですね。39個もありますね。多分でもあっという間に埋まっちゃう。そんな気がする。あ、北先生。あら、気を失っていたのね。大丈夫か先生。あきら。は。あれ。ここは？俺、一体。どうしたんだ？はい、メニューボタンでメニュー画面を開けるようになりました。ああ、現在地や持ってるアイテムの確認、さらには進行のセーブまで、ああ、オッケーオッケー。これね。ああ、いいね。名簿とかも見れるんでね。うんうん。あ、そう、みんなのことがわかります。あらあら。うわ。そう。楽しい。お、好きなものとか苦手なものがね、それぞれあるんですけど、うんうん、みんな苦手なものはまだわかりませんね。そうだね。後からわかるのかな、これは。さあ、どうでしょう。ヒーローとハンバーグとカレーね。いいね。今んとこ、どうですか？誰が気になるとかあります？シンタくん可愛いのと、やっぱダイヤくんかな、うんうん、ね、ずっと言ってる。初見から言ってる。ダイヤくんめっちゃ可愛いんですよね。可愛い。あれだもんね、ミロクさんはこの、ヒカルちゃんと。そう。もうずーっとヒカルちゃん。そう、かなたくん。かなたくん。いいね。かわいい。かわいい。みんなかわいい。ひなたくん、ひなたくん、ピオスさんやります？あ、やるか、じゃあ。そうしよう。そうしましょう。よし。ちょっともう何も横道見えないよ。真っ暗っていうか、真っ青っていうか、真紫。うん、ねえ。もうとりあえずまっすぐ進んでみようか。うんうん。Welcome Europea。え？なんだここ、ウェルカムトゥユーロピア。わあ、わお、ピューロランド。いや、よく見たら全然違う。でも怪しげな雰囲気、なんか見覚えあるような気がする。いや、今はそんなことよりも状況を整理しないと。俺たちはピューロランドに遠足に来ていて、自由時間の後、知恵の木の下に集合して、そこまでしか思い出せない。うん、そういうことなんだ。じゃあみんなやルミ先生はどうなったんだ？これもピューロランドの一部なのか？入ってみるしかないよな。呼ばれちまったか。呼ばれちまいました。毒ガスが周りを漂っているけど、わあ、みんな死んじゃダメだよ。みんなみんなこんな集合してんのに、一人だけ離れたところに。すやすや。むにゃむにゃ、もう食べられないのら。ね、寝てるだけなのか。いや、とにかく救急車。県外。あら、Wi-Fi が切れた。切れちゃった。くそ、さっきまで繋がってたじゃないか。とりあえず、ルミ先生を起こさないと。ああ、自分で動かすの。ちょっと他にも話しかけたいけど。あ、みんな眠っているしか出ないか。まあ、とりあえず進行通りにやればいいかな。うんうん。ルミ先生。起こしましょう。起きて。先生。ルミ先生。あれ、ユウ先生。よかった。怪我はないですか？大丈夫そうです。それより、これは？それが俺にもさっぱり。一応みんな怪我とかは大丈夫そうで、眠ってるだけみたいなんですけど。
ここがどこかもわからないし、スマホの電波が圏外なんです。確かに。これ、誰かいないか人を探してくるので、ルミ先生はみんなを見ていてあげてください。わかりました。霧も濃いですし、気をつけてくださいね。お、マップ端から全体マップに移動することができます。なるほど。いや、この、なんか、しゃがんでるルミ先生のドットいいな、これ。ね、みんなドット絵めっちゃ可愛い。ね、細かい。じゃあ、ちょっと全体マップ？そこでカーソル右にやれば、できます。なるほど。休憩所か。じゃあ行ってみよう。行きましょう。はいはいはい。入れる？あ、入れない。入れない。あ、ここは入れそうだな。開いてる。え？ちょっと、一旦周り調べていい？なんか、ラスボス前の選択肢みたいな感じだったな。そう。なさそうだな。行きましょう。はい。よし、中を調べるぞ。あ、何にも、なんか特にない。薄暗くて、ちょっと不気味だな。誰かいませんか？やっぱり、ここも圏外か。うん。15時13分のまま止まってない？気のせい？え？怖い。あ、これ電気のスイッチかも。おぉ。電気は通ってるみたいだ。助かる。よかった。ここは、休憩所か何かかな。ちょっと調べてみるか。オッケー。これは自動販売機。中身は子供向けのものばかりだな。同じか。この、この矢印しか。手洗い場だ。水が出るってことは水道も通ってるみたいだ。こっちも？ここはトイレか。特に変わったところはなさそうだな。いや、すっごい親切だな。調べてないところを光るようになってんだ、一応。ね、すごい。左側も行ってみましょう。こっちにも部屋が続いてるな。お、かわいいところ、テントの中には毛布やクッションもある。ちょっとほこりっぽいけど寝ることもできそうだ。いいね。これキッズスペースだよな。小さな子供を想定した場所なのか。子供たちここに置いておく方がいいかもな。お？お？なんじゃらほい。誰もいないし、電話とかパソコンとかも見当たらないな。ここに来てからずっと電波も通じないし。でも最悪の場合、ここで一晩過ごすことはできそうだ。ああ、そうね。確かに。あお。おかえり。待っていたよ。キティちゃんの声でやめてほしい。もうダメだ。キティちゃんにしか聞こえないよ。ああ、どうしよう、この声。ん？気のせいか。今何か聞こえた気がしたけど。考えとこう、これ。なんか、気味が悪いな。戻ろう。まあ、でもね、どんな見た目か分かったら声のイメージつくかもしれないし。あ、そうだね。お。裏口も開きました。あ、ここが裏口か。なるほど。で、一回戻ればいいか。そうです、そうです。また、マップから選択して、広場行きましょう。ただいま。あ、ゆう先生。みんな起きたんだね。怪我はない？ブラック、なんなんだよ、ここは。私たちいつの間に、さっきまでピューロランドにいたはずなのに。皆さん怪我はしてないみたいです。その点は一安心ですね。それで、ユウ先生、いかがでしたか？誰か見つかりましたか？いえ、人一人いません。ただ近くに休憩所のような建物がありました。電気も通ってるし危険もなさそうです。まあ電波は通じないし、外と連絡が取れそうなものもないですけどね。なるほど。いつまでもここにいるわけにもいきませんし、そこに移動してみましょうか。ちょっと明るくなった。お、霧が晴れた。
お、全員、全員驚いた。お、来るぞ。な。なんというか、すごい景色ですね。いや、それはおかしくないか。だって。どういうこと？ピューロランドは屋内型のテーマパーク。こんな屋外のエリアなんてないはずだ。そうだよね。観覧車とかあるしね。でっかいビリーゴーランド的なやつがあるし。うん、じゃあ、ここはどこなんだよ。本当に何なの？ここは。現実なの？ん？何の音？ひえ。音が近づいてきます。なんか出る？あ、だ、あ。お、てきてきてき。え？これがあれ？待っていたような人？違う？さあ、ヨさん、よ、呼んで。どうしようかな。キミ、キミ、キミ。かわいい。なんか来ました。卵？カエルちゃんじゃない？かわいい。キミ。かわいい。デミしか喋らん。なんだって、ぼーっと眺めてる場合じゃなかった。ちょっと、ここはどこなんですか？デミ。いや、デミじゃなくて。何か始まるぞ。いや、画期的なアイテム。ぐらら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 。あらあらら。良い子のルール説明。楽しいユーロピア、良い子のルール説明。カエルタマン。ルールは簡単。みんなが最初にもらえるメダルは一人5枚。いろんなアトラクションにチャレンジすればメダルをゲットできるよ。わかりやすい。メダルが10枚集まったらクリア。出口に進めるよ。一番最初にクリアできる子は誰かな？よーい、スタート。は？なんだ、これもアトラクションなんじゃない。びっくりした。本物かと思っちゃった。最近のテーマパークはすごいのね。なんかみんな納得してるけど、どういうことですか？これってつまり、さっき入った扉の中のアトラクションってことですよね。さっき入った。あ、ゆう先生忘れてんのか。あ、覚えてる？あ、そうだった。俺たち帰り際に変な扉を見つけて。俺たち結局あの扉に入ったんでしたっけ？ええ、みんなで入ったじゃないですか。もっとも、その後は気がついたらもうここにいたわけですが。ですよね。なんか記憶が曖昧だけど、状況的にまあ、そりゃそうか？そりゃそうじゃないんじゃないか？よし、そういうことなら受けて立つ。俺が一番にクリアしてやるぜ。メダルを配るデミ。カエル卵めっちゃ可愛いんだけど。結構しっかりしたメダルなのね。しかし、どうしましょう。時間的にはもうピューロランドを出ないといけないんですが、このアトラクション結構長くなりそうな気が。そうですね。なんかこのアトラクション個人的にはいろいろ引っかかるというか不気味なんだけど。すげえよ、ピューロランド楽しすぎ。どこから行くですか？どこから行くですか？ちょっとだけ体験させてあげましょう。みんなすっかりやる気になっちゃってて、今すぐ中断させられたらかわいそうですし。今なんか下見えてましたけど大丈夫でした？大丈夫かな、多分。
みんなが遊んでる間にあの着ぐるみの人に声をかけて、こっそり保育園に連絡できるところに案内してもらえれば大丈夫ですよ。やれやれ、わかりました。でも本当にちょっとだけですよ。あんまり遅れたら保護者の方々や保育園にも迷惑をかけることになるんですからね。何してるの先生。メダルデミ、メダルデミ、あ、メダルデミ。カエル卵は全員にメダルを配り終えるとモニターを引っ張ってさっさとどこかへ行ってしまった。不穏な空気が。ふん、結局これも子供騙しだろ。はやてくん待って。あ、好きなのね。好きなんだ。ヒーロー出動、みんな行くぞ。ヒーローのシンタは力がもちもちだから、僕ちゃんの荷物も一緒にもちもちなのら。え、まあ、うん、そうだな。シンタ君を放ってはおけません。僕もシルバーですから、行きましょう。しょうがないな。まあ私も一応グリーンだから。あ、そうなんだ。戦隊系、ここみんな。なるほどね。はいはいはい。何やらバズりの予感。ベストショット、狙うです。こら、危ないから走っちゃダメだぞ。俺も追いかけなきゃ。ほう、あ、セーブさせてくれる。ほい。ここからメダル集めになりますね。なるほど。お、来た。頑張り山。なるほどね。どうしよう、時間が、いい感じだからパート1こんぐらいで終わるかな。あ、了解です。よし、じゃあまた、ここから次、頑張り山に行きましょうね。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。